ありあ、ありがとう。買って。ミオクリありがとう。違うよね。こっちおいで。ひいちゃん、ひいちゃんこっちおいで。ひいちゃん、ひいちゃんこっちおいで。私が先輩の力で癒してあげるわ。ひいちゃん今日この服好きって言ってくれたよ。昔からの中で好きなんでしょ。昔からの中で癒してあげるよ。いちごだけは絶対に癒してくれない。当たり前やん。無理無理。普通に無理。緊張。緊張。あ、明日配信してるわ。緊張してないね。配信もあ、帰宅中。始めてるね。どんなアングルで始めたの。始めたの。これ10年できてんの。いや、大人気。ひびきちゃん常にお腹空いてそうで心配になるってコメント来てる。お腹空いてる。わかる。そんなとこも可愛いな。お腹空いて入ってたね。約束ね。何レシパありがとう。こちらこそ公演ありがとうでした。行く？かわいそうだよね。当たり前だよね。そういうの。そういうの。わざわざ聞くの。好きは持ってる。新発エネルギー賞マカワ。そこに行きましょうか。やばい。ヒーターいない。明日は来るカメラ頑張る。今日は公演は 2.5 期さんと私も今日お腹すきすぎて私と一緒ずっと入ってた。ヒーちゃんとリアちゃんだった。そうなんだ。もう入ってるし。今日は公演前にたい焼きとアイスだね。あと響きはビーフシチュー。あ、そうじゃん。響きはじ今日行ったね。マネージャーさんがこの日々泣いてる？泣いてる。 DMM で見た。ありがとう。明日は楽しみね。楽しみ。確かに普段通りの 2.5 と3期で頑張るよ。一年もして瞳キラキラ。この1年半ぐらい 2.5 期さん3期たくさんいろんなライブとかしてもさせていただいたけど、うん、ね、うん、そう、他のグループさんが劇中に行くのは初めてだから。そうね、スポットらしいね。頑張りましょう。頑張ろう。ケルさんのあの曲が楽しいです。私は似合わせ変わってくる。変わってくる。あの曲がちょうどね。平均年で18歳。明日は明日配信ある。配信あって、しかも NMB のオンデマンドさんと STU のオンデマンドどっちもあるので、どっちでも見れるっていう。そうなの。前が大学に行ったら、そう、出させていただいて。あっ、サイン会行くなってるね。明日の髪型決まってな。おハーフよかった。ありがとう。日々これはあ、普通院でめっちゃ子が引っ張られて痛い痛い痛い。ヤさんのお腹空いたし、ね、怒り出す。ナーピさんのお答えが出たから、ニンテゴキさんの生誕祭コンプリートする。あとアズミさんも自分もたくさんご飯とか。いや本当にそれ私が一番ご飯とか。クルマとかよりも年下なんだ。かわいい。かわいい。その座り方がかわいい。クラスエンクリーションちっちゃいあるから、いつもより小さい。そうそうそう、楽しみにしてて。あさって1週間目、あ、やらしくるくる。美少女感わしゃわしゃあるらしくて、あれ食べみたいねって話してたい。そうそう。でもね、お腹がすくとね、私もね、入っちゃう。気持ち行きたいけど、お酒、お、オッケー、お酒待ってるね。日曜日の話からも楽しみにしている。リオさんもお腹すいたら、お腹すいたら出たいね。お、やっと。明日楽しみね、本当に。ありがとう。楽でしょ。心臓が高くなる。ありがとう。焼肉食べた。あ、そのお腹すいた。眠眠た。確かに短いかも。私より短くなった、ね。多分そうだと思う。右左正面。壁の長さ。同じだったの。やばい、明日起きれないかもしれない。ね、明日寝坊で、寝坊で急に。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 ダメだよ。あ、ここにも湯。あ、加入新メンバー。新メンバー加入、湯。いわいわ。明日は三人で同じ歌ありもありますよね。三人で同じ歌ありもありますよね。あ、あるよね。あの曲ですね。え、なんか2曲ぐらいあるよ。あるある。これこれと、お弁当屋さんでチキン南蛮。チキン南蛮美味しいよね。明日頑張るよ。クルさん先輩だから、もう先に連れてってもらおっと。
スキンさんもセリアル、うん、あるね。くるくるは太っ腹だからおごってあげる。やったー、いっぱい食べよう。では 100cm は嬉しい。じゃあそのちゃんとくるくるおごったことを周りに言いふらすんだよ。くるさんって言ってくれます。ありがとう。みんなくるさん。あ、そうじゃん、たかられるわ。一応レンに参上。お、参上待ってるね。俺もやばい、うん、日曜日1時間目から5時間目までよろしく楽しみにしてるね。宮崎からの公演頑張りそう。ありがとう。 NMB 劇場の地下って結構寒い。そうなの。やばいね。明日会えなら悲しいだけ。配信だおうね。明日頑張ろうね。1日12時間寝たいのに。公演の始まる前にね、なんかあずみんが12時間後はもう週…あ、なんかなんだっけ、もう踊ってるよみたいな。くるくる太っ腹。そうだよ、くるさんと店が来た。あずみさんにお願いする。あずみん結構おごってくれないよ。おごってくれないよ。じゃああずみんはおごること忘れてるから。あ、そうじゃーって言ってる。何度もアカウント見たことあったから。ミュポンはそう、明日最後なの。え、めっちゃ悲しい。ミュポン本当に。もういいじゃん。ミュポンのコールを待ってるね。お、17で。ありがとう。詳しすぎ。そうじゃん、3人プラスね。そうなんで。アズミンさんが送ってくれる。あ、今日の可愛かった。リアルで久しぶりにね、入って嬉しかったよ。新幹線寝るかもしれん。私オールでさ、新幹線乗りがちじゃない。そう、くるくるは防寒対策、鬼の防寒対策少女なので、防寒対策しないと生きていけない。鬼の防寒対策少女、美少女か。それはでも事実じゃない。待って、私の格好嫌かも。ナビさんの真似近づいてきてる。ナビさんの真似したかった。攻撃中にはいして。やば。広島から大阪だとすごい。だから1時間半ぐらいだから。ここの歌詞はこうやって感情をこうやって入れるの。ナビさん劇場。そう、 2.5 と3期のレッスンはなんか感情ね、どうやって入れるかみたいな話になった時に、みんなこうやって言葉で、ここはこういう感情になるとかを伝えるけど、ノアピはここはこんな感じでって演劇が始まる。みんな圧倒される。あ、声楽しかった、ありがとう。明日落選。そうか、ぜひ配信とかでも見てね。あ、このくるくるかわいい。似とるやばい。似てる。そう、くるくる寒がれない。似てるの。マークさんの方に。まだ15歳だったよ。くるくるは最上級。最上級に寒い時に言う言葉。えぐい。えぐいえぐいえぐい。あ、骨の髄から震える。とても可愛い。ありがとう。でもこのネックウォーマーはラッキーなんですよ。このネックウォーマーは昨日の宮崎での撮影で使ったんですよ。撮影で使ってそのままあげるって言われたけどもらって帰ってきた。ラッキー少女、ラッキー少女なんですよ。骨の髄は結構寒い。あ、もっと上がね、結構骨の髄がもう頂点ぐらい。え、あさみんさんもかさんに生まれた。うわ、被害者。いや、間違いすぎる、やばい。はぁ、あずみんのお尻なんて興味ないし。あ、明日の昼公演行きますね、よろしく。よろしく、ありがとう。明後日ナナさんに楽しみ。え、いいの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 、いい
え、そうよ、今からこれだけもうこの冬はもう生きていけんかもしれない。ねえ、そうだよな、やっぱりすごくない？きなこ蜜の飴。いい加減に乗っていくな。首痛めかな、近いから。マジで無理。涙で。ラッキーしたじゃん。今日明後日会えるのが今年最後。そうなの、悲しい。でも、あ、今日なんか一回で写真撮った。悲しい。でも今日も俺出る。セリウムは見ないってまさき。あ、覚えた？ありがとう。ぜひ振ってね。難しいから見といて。寂しい。よく起きた。すれ違い、すれ違いに行進してる。前髪切ろうっと。今日前髪の調子悪かった。鬼悪かったっけ。絶対わかる。すれ違い通信、私も切ろうと思ったよね。え、じゃあ切ってまた揃えよ。いや、そこまで大丈夫。そこまで大丈夫。いつもなんか気づいたら一緒になっとるやん。明日はね、もうどっちサイドが多いとかね、もう全然ね、やばい。ちょっと曲数が多すぎて。ちょっと早めに手のちゃう。思うと思います。ありがとう。18から。あ、感想日曜日。あ、ありがとう。くるくる。明日配信で、ありがとう、配信で見てくれて、かわいい。緑紫、振ってね、振ってね。あ、友達なの、僕の太陽よさ、わあ、嬉しい。長袖で、これから来てください。そう、カオス、空間が。空間カオス。えさん、ナーニャと、生涯ユニアのトリコヨさん、ありがとう。そして、トップ10、ありがとう。高め会話。9位、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 明日くるくるを全力で応援、ありがとう、嬉しい、全力応援。雪と戯れるくるくる、え、くるくる結構雪と戯れる系女子じゃけ、雪が降ったらすごい結構テンション上がって、雪めっちゃ触りたい、雪大好き、雪とか食べちゃう。どうしたの、ディフェンス表情良かった、ありがとう、祈る。たまに一瞬だけだったけど見えた。明日は DMM 最善くるくる、ありがとう DMM。 あ、食べるのやばい、雪をちょっと浜田響の配信に入れんかな。クリスマユーカの真似した今。色味違いすぎて思った。かわいい。明日はもう無理ぽよでした。当日券あるかわいい浜ひび。あ、表情成長してる。確かにオセロ白黒で。オセロ。定期分には楽しみな動画もあるとか、終わりましょうか。ニャンニャン、ニャンニャン、嬉しい。そう、可愛いかける可愛いなの。すごい。ありがとう。じゃあ、え、あ、イケメンくるくる？イケメンくるくる。イケメン997さんのアルバム。これつけとる系じゃの。ネクウォーマー。それネクウォーマー、うん、帽子じゃないんですか、うん、え、帽子に見える、見えるじゃろ、うん、どう、めっちゃ帽子に見える、全然いけますよ。ナーシャン、あ、ナーピさんのやってください。モノマネ、モノマネ、アイスのやつ一番似てた。いいよ、いくよ。あ、コロコロおはよう、コロコロおはよう。え、これ滑らされてる。滑らされてるよね、ユウナに滑らされた。一番似てた、コロコロおはよう、似てる似てる、コロコロおはよう。なんか鳥が喋ったみたい。もうで、そうなんだ、そんなものがあるの。いや、生き方悪い。はめられたわ。ナナシャン、ナナシャンも固め界隈、この写真だから私も固め界隈。何しよう、これの。似てない、似てないとかわかんないけど、のななさんの真似するし、ー、
た瞬間するし。ナナさんとくるくるどっちが好きなの？さってと。さってとさってと。いやナナさんに勝てる気しないから大丈夫。ナナさんには勝てないから。あ、なるほどね。また変わってくる話が。あ、明日行くね。今回のアルバム広島に来るのに、あと20秒だけなので。やばい、やばい。ちょっと目開けてください。今日はヒーターいないもん。明日はハッシュタグ次世代スユでツイートしてね。っていろんな配信のコメントに入れとく。みんなハッシュタグ明日は次世代スユで投稿してください。とのことです。お願いします。じゃあ、バイバーイ。今日は世界で一番可愛いね。なんて夢だ。瞳キラキラ。この後ファンクラブ投稿されると思うので見てね。10時かファンクラブ。10時という。でもやっぱ公演っていいよね。じゃあくるくるもそろそろスクショタイムしたいと思います。とわ、移動しよう。ふねから D メンバーありがとう。ツインテーラピール今ならいける。寒いポーズ上から。ナッピーの挨拶ポーズ。ありがとう。それではスクショタイム終了です。明日は NMB シアターに行きます。 NMB48 シアターさんに行きます。頑張ります。今日は早く寝てお風呂にゆっくり使って体を休めます。あ、ゆくかる、嬉しい。ぜひくるくるの緑紫のペネタ振ってね。そしてこれも待ってます。緊張る。ぜひ配信もあるので配信でも見てね。配信カメラもいっぱい見て配信見てくださった方も楽しめるように頑張ります。そしてあ、この後あのインスタ投稿しようと思っているのでインスタぜひ見とってね。明日楽しみ。あ、ありがとう。明日の髪型はどうしようかなというふうに迷っています。それでは明日緊張するかも。やばい。初めての環境に行ったらなんか飛ぶんだよね、振りとか。だから緊張する。それでは告知タイム。 VDC マガジン受付中です。今日なんかどんな写真かが載っとったっけ X に。またリツイートするんじゃけど見てね。そして握手会受付中です。ぜひ握手しよう。それでは今日は配信短めになると早めに終わっちゃうんですけど、早くちょっとゆっくり休んで明日に備えたいと思います。そしてむくみをしっかりとっていきたいと思います。それでは壇上13位、藤岡猫にゃー、ありがとう。11位キュベル、ありがとう。11位コーマ、ありがとう。10位クリボ、ありがとう。9位ホースゼロロサ、ありがとう。8位クツカ、ありがとう。7位ノシ、ありがとう。6位リョフ、ありがとう。5位アツヤシ、ありがとう。4位トマトポ、ありがとう。3位モリ、ありがとう。まっすぐになった。2位ヨシゾンビ、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルパーン、マサコ、ありがとう。1位マサコ、ありがとう。1位マサコ、ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。明日はクルーカメラも頑張ってくるので、もし元気地に来れないよって方も楽しめるように写真で待っててね、写真も。それではインスタも見ててね。それではおやす。みんなで難波に行こう。おやすみ。足疲れるな、これ。静か。12月生写真賞って何ですか？
サンタ。ああれか。うん。